はい、POG2024 から25サンデーレーシング関西馬全頭チェックパート1ということでやっていきたいと思います。秘密結地フェラム創発注でございます。まあ、今回はね、募集番号で言うと151番から160番の10頭をですね、まあ、一旦全部見ていこうというところになっております。なんとかかんとかね、進めていこうかなということなんですけれども、まあ今日も一応、まあ進める分だけ準備ができたというところでね、やっていきたいと思います。まずは募集番号151番。 サロニカの22、ボバ、父エピファネイア、母の父ディープインパクト募集価格8000万円で立冬池添え学ぶ9社、出産時の母の年齢が8歳、母出産時の祖母の年齢が5歳、祖母サロミナはドイツのオークス勝ー馬、叔父のサリオス、お母さんの弟でサリオスは日杯ヒフューチュリティステークスを買ってサツキ賞ダービー2着、おばサラキアはフ中品チューヒンバステークスを買って G12 着2回、サリオスって確かコントレイルと同世代だったっけ ってなってくるとね、まあ、ね、皐月賞ダービー2着って言ってもね、実,実は事実上2関級の強さがある可能性はなき,なきにしもあらずと。まあ、その後の活躍を見てもね、その辺、まあ可能性あるっちゃあるんですよね。まあ、そんなわけでね、まあ、そんな品系に期待をしないわけにはいかないじゃないかというところ。まあ、おば、さらきもね、不中品場ステークスを勝って G12 着2回。バタ重情報。 6月1日の段階、まあ、募集時で407キロと、まあ、まともな大きさに出たことでね、注目度は高いと思います。まあ、品系としては一流なんでね、まあ、サロニカ3区も今後も注目をしていけるところじゃないかな、なんていうふうには思っております。そして152番、ディープジュエリーの22、ボバ、父エピファネイア、母の父ディープインパクト、募集価格6000万円で、立党の大久保琉球社、出産時の母のネネが10歳、母出産時の祖母のネネネが10歳、 おば、お母さんのお姉さん、イブニングジュエルはアメリカの G1 に勝負で、お母さんはスイートスピーステイクスを勝っています。バタイは412キロ。デビュー3年以上でスイートピーステイクス、ギリギリクラシック予選に乗ったかなと思ったら、オークスは回避。ただ、その後、週ュ賞が、ね、出て負けてるんですよね。一応、クラシック予選、トライアル勝ちという品系でもありますし、まあ,、ねあの、エピディープの配合もね、まあ、クラシック予選から活躍できる配合なんでね、 まあ注目はしておいてもいいかなというふうには思います。まあ、そして153番、あ、フィラートの22、ボバ、父やエピファネーや母の父、ディープインパクト、募集価格6000万円で、リッラ藤原秀明9社、出産時の母の年齢が9歳、母出産時の祖母の年齢が10歳、お母さんは中山品バーステイクスの3着場で、お兄さんコンバデカーブースはサウジアラビアロイヤルカップを勝利と。 5十時の馬体重で4 0 0キロってことでね、1つ上のお兄さんが期間内の重賞を勝ちました。3番号でね、お母さんもまだ若いですし、コンバレカーブース自体も、まあ、ね、G1 でもそこそこ勝ち負けになりそうな、まあそんな感じのね、ところを見せているだけにですね、まあ、9も有力どころになりましたし、ここは注目に値する一頭というふうにね、言えるのではないでしょうか。まあ、これなんかね、うん、あの、まあ、エピファネーヤ3区も注目馬ばっかりですね。 そして154番プロクリスの22、ヒンバ、父エピファネイア、母の父キングカメハメハ。募集価格4000万円で、ディット小林真也9社。出産時の母の年齢が11歳、母出産時の祖母の年齢が9歳。祖母のライラプスはクイーンカップの勝ち馬で、いとこのソリタリオが新山記念2着。総祖母夫妻チエアレールは10勝4勝、G12 着3回。総、まあ、祖,祖母の妹からの品系までね、たどるとね、まあ、 クロノジェネシスとかね。まあ今だからこう、両方の品形が栄えている。今、日本でも相当勢いがある部類の品系ということになります。馬体重は4 3 6キロ、募集時ですね。6月1日時点。まあ、お兄さんお姉さんまだ結果は出てないんですが、まだお母さんもね、比較的若めですし、堅実な品系。まあこれで厩舎が1000球のところにね。まあこれから来るぞというところに入っていたら、 面白かったんですが、まだ,まだ1年目、2年目って感じの若手厩者なんでね、まあ、そこまで若いとちょっと不安になるかなというところだと思います。そして155番、イディデッサの22、牝馬、えー、父が、エピファネイア母の父がルーラー・オブ・ザ・ワールド。 募集価格7000万円で、立党斎藤隆史9社出産時の母の年齢が6歳、母出産時の祖母の年齢が12歳、お母さんは G14 商馬、体重は募集時で3 8 7キロそしてね、ちょっとまあ、この馬も小さく出ちゃっているし、初子のお兄さんはね、募集中心になっちゃってるんですよね。旧舎すらこう出てこない。まあ、立党でね、信頼度は低くない、まあ、餌や利のところではあるんでね、 まあ再度情報を待ちたいところ、キムテツとかね、斎藤隆とかね、まあ、この辺りはね、ノーザンさんの,前あの言いなりという風なね、あの定評が、ね、元から強くてね、まあ、いわゆる餌やり師なんて言われるところですが、逆に言えばノーザンファームさんからすれば扱いやすい調教師でいい馬を入れやすいところではあるんですが、まあ、ちょっとね、このお兄さんの虚弱さ、そして馬体重がそこまで大きくない辺り、まあ、情報次第ということにはなってきてしまうと思います。 そして156番、マルシアーノの22、ボバ、父ロードカナロは母の父フジキ貴キ、募集価格7000万円で立党の安田翔吾旧社、出産時の母の年齢が12歳、母出産時の祖母の年齢が14歳、お姉さんのエリカビータはフローラステイクスの勝ち馬で、おじの金車さんの奇跡は高松の名記念を連覇しています、いとこのアブソルートリーはオーストラリア AJC オークスの勝ち馬、募集時の馬体重で4 5 6キロということでね、 まあ、南半球の名品系と言えるでしょう。まあ、おじ、金車んの奇跡は、まあ、高松宮記念を勝って、ま南半球三馬ながら、えっと、3歳春のジュニアカップ、半年にあの、生まれの違いがありながら、みたいなところもあったんでね、まあ、相当な素質馬だった金車んの奇跡。まあ、後に高松宮記念 G1 を連覇するぐらいの名馬で、まあ、藤奇跡がなくなった時にね、速攻で大体守護馬としてね、高松宮記念勝った直後に守護馬入りと。 いう形になったのがね、初年度だったりしたわけなんだけれども、まあそんなね、活躍した、あの、銀斜さんの奇跡のゼンマ米、妹の3区ってことでね、まあ、旧社も結果を出し始めているし、まあ、ましてやね、安田先生、お父さんの方がね、まあ、定年を迎えるというところの直後で、まあ、その分も含めてね、安田翔吾先生には今後も期待をしてみたいと思います。まあ、そして157番、ドナウブルーの22、ボバ。 父、ロードカナラは母の父、ディープインパクト。募集価格7000万円で立党斉藤隆給社。出産時の母の年齢14歳。母出産時の祖母の年齢が5歳。お母様は重症2症。G12 着1回、3着1回。お母さんの妹、ジェンティルドンナは、頻馬3冠ほか G17 章ということでね。募集時の馬体重は3 9 2キロ。初後の頻馬だったね、お母さんですら G1 級。その直後のゼンマイは3冠頻馬ということでね。 まあ、ただ、重症入着クラスの姉がね、目立つ程度の母の産区成績で14歳児産区ってなってくると、まあ、ちょっと母高齢って点が狙いづらいかなという気はしてしまいます。そして158番、アルーシャの22、ヒンバ、父ロードカナダは母の父、ディープインパクト、募集価格5000万円で立党藤岡県一級者、出産時の母の年齢が7歳、母出産時の祖母の年齢が7歳、お母さんはクイーンカップ3着馬 祖母ザズーはアメリカの G12 勝2着2回3着 1, 1回の活躍場で馬体重は3 4 4キロ6月1日時点の馬体重。まあ、ちょっとね、一応期間内から活躍した母の初子、まあの牝馬で馬体が小さすぎるというあたりね、もうちょっとね、あの、それだけで、まあ、POG 的には狙いづらいところ。もちろんね、後の成長とか考えたら一口で買うのは悪くはないとは思うんですけれども、まあ、ちょっとね、POG 的には狙いづらい一頭になってしまっていると思います。 そして159番、コナブリュワーズの22、ボバ、父、キズナ、母の父、キングカメハメハ、募集価格6000万円で、立党の菅井9社。出産時の母の年齢が12歳、母出産時の祖母の年齢が8歳、お姉さんのコナコーストは大賀賞2着場で、募集時の場体10四415キロ。まあ、2校上のコナコーストがね、大賀賞2着で、まあ、そしてね、1校上のお姉さんがねあの、どこも募集かかんないなと思ったら、キャロットの追加募集で来たんですよ。 まあ、そしてね、いまだ未勝利ってあたり、まあ、やっぱどっか弱いとこあったから、当初募集にかかんなくて、まあ、一応追加で出してはみたけどね、まあ、初戦キャロットに来る、まあ、追加で来る馬だなって感じですね。まあ、ただ、この馬は本家募集で、そこそこ順調、旧車も一流ってことでね、まあ、期待には、期待馬だというふうに言えるとは思います。そして、160番、ヒルダーズ・パッションの22、ボバ、父・キズナ・母の父、カナディアン・フロンティア、募集価格1億円で、 えっと、立党の池江康人支給者。出産時の母の年齢が15歳。母出産時の祖母の年齢が9歳。お姉さんのサンクトゥエールが新山記念の勝ち馬。お兄さんの吉田は、まあ、ダーレーで守護馬をしておりますというところですね。お母さんはバレリーナステイクスのアメリカの G1 馬。募集時の馬体重で401キロ。まあ、お兄さんがね、あのー、セレクトセールで9千何百万円。税込み1億超えで買われてですね、アメリカで現役デビュー。 柴田と両方で G1 を買って、まあ、主母場入りしたもののまあ、結果がイマイチってことで、ダーレーが、ね、日本に連れてきちゃいました。日本に連れてきちゃうとね、まあじゃあ吉田が日本でどこまで通用したかも微妙なところだし、まあお姉さんがね新山記念を買ったっていう程度の主母場ってことになっちゃうとね、まあ、なかなかヒルダーズパッション3区自体がまあ、そこまで1億円も取るほどの、まあ、 セレクトセール出したら1億円競り上がるかもしれないけれども、クラブで1億円取るほどの馬かなっていう感じにはなっちゃうんですよね。まあまあ、してや、母15歳児産区。で、だからこそ、ノーザンファームさん、あのサンデーネーシングさんの募集価格って、まあ、馬の出来に応じてポンと跳ね上げる、こういう傾向があるんで、出来が良くなきゃ、よっぽどの出来じゃなきゃね、15歳児の産区で1億円なんてね、 クラブで許されないぞというあたり、逆に出来がいいんじゃないか。情報を待たなきゃいけないなという気がね、若干芽生えています。まあ、そんな感じですかね、今回は。以上、ハッチでした。